とべの新グループ結成に物議を醸す。TBS プロデューサーのから口コメントに反撃怒平野紫耀の未来は日本のエンターテインメントシーンに新たな波風が立ちました。元キング・アンスキシユータの加入と新グループナンバー・ア結成を発表した芸能事務所、とべが TBS ドラマプロデューサーの一言で話題に、一体何が起きたのか 平野の仕様のファンやエンターテイメント愛好者に向けて、やめじゃにからの道を踏み外す騒動を詳しく探ります。10月15日の、飛べ、生配信での発表に続き、プロデューサー上田博樹氏が自身の SNS で繰り広げた非難の言葉に、ファンからの怒りの声が殺到。 一方で、上田氏の歴史には元スマップメンバーに対する辛辣なコメントも見受けられ、今回の一件は過去の争いを引き起こすのか未来に暗雲立ち込める平野市の姿勢とは記事では、物議を醸す発言の裏に潜む真相を解き明かし、エンターテイメントの舞台裏に切り込みます。エンターテイメント業界において、新たな火花が散りばめられた。 10月15日、滝沢秀明氏が主催する芸能事務所、とべ、が、元キング・アンドクス・キシユータの新加入と共に新グループ、ナンバー・アイ、の結成を発表した。これに対し、TBS ドラマプロデューサーである上田博樹氏の SNS 上での一言が、ファンやエンターテイメント愛好者たちの間で波紋を呼んでいる。生配信では、 死ゆうたの加入だけでなく、元キング・アンド・グズ・ヒラの仕様と神宮寺ゆ太たとの3人での新グループ結成がアナウンスされた。ところが、その後、上田氏が自身のアカウント X で行った投稿が問題視されている。木村拓也主演のビューティフル・ライフや長瀬角出演の夕暮れに手をつなぐなど、 数々の TBS ドラマを手掛けてきた上田氏は、まあ、人それぞれ、都市会よ用がない。是非もない。ただ、俺は連会談現在のキング・アンド・ピンスメンバー長瀬連高橋山ファンの楽勝人って道を踏み外すと顔つき変わるある。元仲間が困っている時に、背中から切りつける真似は、僕は好きじゃない、といったコメントを投稿した。 これに対し、平野紫耀のファンからは、小さいし、想像力のかけらもないですね。双方に失礼です。といった反応が相次いだ。亀田氏は、その後、タイミングは他にあっただろうと、僕個人は思いますけどね。他の方法もあった。自由はあるが、配慮のかけらもなかったよね、と返信。このやりとりにより、ネット上で物議を醸している。 しかしその一方で、上田氏の発言には過去にも波紋を巻き起こしたエピソードが存在する。2017年、ジャニーズ事務所を退所した元スマップメンバーの香取慎吾稲垣五郎。 草号の三人が、アビーマ TV を運営するサイバーレージェント藤田新社長との食事を SNS にアップした際、亀田氏は当時のツイッターで、谷町と桁違いの会食をしているのを SNS で発信しちゃうのは、さすがにリスクが高すぎる気がする。それも含めて本音なのかな。ちょっと心配、と、辛口のコメントを残したことがある。 この発言も一部のファンから非難され、後に上田氏はツイートを削除する事態となった。X ではあくまでも全て自分の試験です。と述べる上田氏だが、TBS のドラマプロデューサーとしての立場もあるため、ファンたちはそのコメントを見逃すことができなかったようだ。物議を醸すコメントの裏には何があるのか 上田氏の言葉が引き起こした騒動が、平野市様の今後にどのような影響を与えるのか、エンターテイメントの表と裏、そしてアーティストとプロデューサーの微妙な関係に迫ります。どんな未来が平野市様を待ち受けているのか、この記事で明らかにします。 平野紫仕様をめぐる、飛べ、新グループ結成の騒動において、TBS ドラマプロデューサー上田博樹氏の発言は大きな波紋を広げました。彼の辛口コメントが引き起こしたファンとの対立は、以前の元 SMAP メンバーへの発言ともリンクし、エンターテイメント業界内での複雑な人間関係を浮き彫りにしました。上田氏の投稿は、自身の X アカウントであくまで、試験。 と主張しつつも、そのコメントがプロデューサーとしての立場を超えて広く拡散されたことが問題視されました。彼の言葉の裏には、アーティストとプロデューサーの関係、そしてエンターテイメント業界における意見の対立が潜んでいました。ファンたちの怒りや反発を受け、上田氏は一部のコメントを削除する事態となりましたが、その影響は平野仕様にも及ぶ可能性があります。 今回の騒動を通じて、アーティストとしてのイメージやファンとの信頼関係が揺らぐこととなり、今後の平野市用のキャリアにどのような影響を与えるか注目されています。エンターテイメント業界では、一言の発言が大きな影響を及ぼすことがある。上田氏のコメントが未来にどのような影響をもたらすのか、平野氏用とそのファン層にとっては重要な過程となるでしょう。 これからの展開に注目が集まる中、エンターテイメント業界の舞台裏での微妙な関係性や感情のやりとりに光を当てる一例と言えるでしょう。